はい、どうも、世界初男性バーチャル YouTuber のバーチャルです。はい、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 はい。はい、皆さんね、お待ちかねだと思うんですけどね、ネットサーフィンをね、してましたらね、世の中のね、人間はね、異性にね、ものすごく関心が強いっていうのをね、分かったんですよ。まあ、そりゃそうですよね。まあ、本当ね、生物である限りはね、まあ、男性、女性、まあ、オスとメスがいたらね、もう確実にね、お互い惹かれ合うと思うんですよ。まあ、たまにね、ちょっと例外的な感じでね、同性同士でも惹かれ合うパターンあると思うんですけど、まあ、大概はそうだと思うんですね。なのでね、まあ、皆さんのためにね、この異性モテる対処法っていうのをね、バーチャルがね、教えてあげようかなっていうね、企画をね、今日始めたいと思いますんでね。こう見えてね、このバーチャルくんね、もう馬の仮面ですけど、まあまあ、モテる顔してるかもしれないわけですよ。まあそこら辺はね、おいおいね、明かしていくとしてね、こんなバーチャルくんにね、聞けばね、もう何でもかんでもわかりますんでね。じゃあね、今回はね、皆さんのために、このアプリを使ってね、実践的なテクニックをね、教えていこうかなと思います。はい。これはね、アプリ名なんですか、これは。たまたなんかじゃない元カノカッコ仮と今カノと僕何どういうことですかこれ元カノカッコ仮と今カノと僕ん、まあ、ちょっとあんまりよくわかんないあれですけど、まあ、深く考えるとあれなんで、まあ、要は多分元カノと今カノと僕がいるってことですよね、まあ、多分ねじゃあ一応初めてこれやるんでちょっとスタートしてみますこれ、ね、本当ね案件とかじゃないからねこれねいきますよはい初めからおなんだ彼女と俺が部屋でくつろいでインターホンが鳴った。はい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 。押す押す。ん誰だろうリリー。え、これ後ろ姿か彼女。髪長えなこいつ。え、なんだなんだこれ。え、ここが押すのインターホン。あ、インターホン押すんだね。なんだなんだなんだ。怖い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 。なんかインターホンに。え、これ通話ボタンを押す前に誰が来たのか確認しないとな。あ、こういうことね。どういうことどういうことこれかなあ、ここ押すんだ。これ何これどうしたらいいのインターフォンを止めろえどういうことハイマーアタックんどういうことどうなったどうなったやべやべさっきから鳴ってるけど出ないのってきてインターフォンのうるさが今から誰か来たのあーと思って今から俺のせいで早くてんてんてん今からの顔は怖くて見ることができなかったそして今はゆっくり通話ボタンを押したねえ、早く開けてよ彼女はこんなところで私はひどくないこれ完全な修羅場じゃないですか。元カノカッコ仮の決定して、終わった。俺くん、どういうことかしらちゃんと説明してくれるかしらまあ、そう。うぅ怖っこんなやついんのマジで。え、もしかしてこれゲームオーバーうわえ、あれを使えばインターホン線を切ること。あ、そういうことね。わかりましたよ、これ。趣旨がわかりました。ちょ、もう一回リトライします、これ。はいはいはい、これを、ハサミを手にした。はい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 。あ、そびそび。え、どういうことどういうことあ、一旦通話ね。はいはい。そういうことね。ほい。ほい。え、うん、あ、これを押して。え、どういうことインターホンを止めろ。よしよし。インターホン、これすごいゲームだね、マジで。ハサミでインターホンとか切んの。逆に後々の方がやばくないこれ。これすごいね。ちょっと面白いかも。疑惑度、元カノ、今カノ、それぞれの主人公で疑う気持ちを示す。はいはいはい。3人はどうなの？どういうこと？やばい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 。やばいってこれ何したのこいつ。はいはい。想像しろは今カノ、元カノ同時に失ってしまう。誰だったの？セールスがまた来た。こんな時間に非常に。いや、そんなわけなくない？セールスがまた来たっつった後、これさ、インターホン見られてる、ねえ、もう確実に切ってたら、確実にやばいよね、これね。もうこの段階でアウトだよ、これ。とりあえず、これ以上インターホンが鳴るは心配だ。この放っておけばいかない。このマンションはオートロックだ。元カノ、まだ、マンションの中に入ってきてない。はいはい、元カノ、俺の部屋。なんだこの部屋、マジで。やべえな、これ。誰かが出入りしてロックが解除されてしまう。当たり前だよね、そんなんね。この後、どう動けばいい？はいはいはい。これタバコを吸うじゃないですか、これ。タバコを吸う。ちょっとベランダタバコ吸ってくる。はーい。タバコ口実ベランダで、はい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 。少しだけ冷静。ベランダから外。はいはいはい。こう頭いいな、こいつね。うまく言いくるめて。はいはいはい。え、なんでも、あ、元カノカッコ仮っていうのは、別れようとしている二股の女ってことね。なんか理解してきた。この方法以外思いつかない。なるほど、なるほど。飛び降りる。やべえな、これ。え、どうすんのどうすんのこれ。飛び降り、スリッパ履いたね。え？いや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 、もう、飛び降りって、もう、これどう、おかしくないこれ、
2階まあ行けるけど、なんでタバコ吸うっつってベランダ出た人が、え、どうやってまた上がってくるの、ベランダから。ここの準備がどうする。いやいや、じゃあ脱出しよう、脱出しよう、脱出しよう。はいはいはい。ベランダの柵は俺の胸あたりまでの高さ、普通に、はいはいはい、勢いで体を持ち上げた。あ、しまった、勢いがつきすぎた。ディフー、ええ全身が痛い体が動かない。バカなんだなこいつね。二股をかけて下って本当にしなってバカだ。もっと足場は安定させているわ何このゲーム、やべえゲームだねこれね。これやばいねこのゲーム。え、周り何か使い物落ちてる。あがたあがたあがた、たよし、リトライします。リトライ、ベランダからの脱出。じゃあこれでしょ。あ、これで、はいはいはい。で、一応スリッパ履く、スリッパ履いた。あれ、脱出脱出。いやい、はいはいはい、衝撃。おうほうほうほう、元カノが俺の部屋に向かってる。元カノの姿になんとか間に合ったか。お、どうしたの、大丈夫、いつも通り。突然シンクレは珍しいね。しかも来たらいるかなと思って。やばいね、やばいね。顔見に特に用事なさそうだ。お前の気まぐれそうで人が、いや悪いやつだねこの男ね。やばい、今まで溜め込んだ不満が、はい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 。しかし怒りをぶつけて、はい、そうだね。ふんふん、ただね、いや、じゃあ元カノ括弧借りつつの二股ってことっすねこれね。二人でこの場を離れるにはどういう言い訳にすればいいだろう。うん、いやー、でもこんなんね、いやー、親が部屋に来てるっつうのも、虫が部屋の前にいるぞこれ。虫が部屋の前にいる。入ってお茶を飲むと言いたいところ、変なところいけない事情がある。え、何、あれがいるんだよ、あれ、黒くて、はいはいはい、いやー、ティフ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 。あー、まあそうだろうね、はいはい。はい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 、悪い男だねこれね。女の人に奢らせるとかマジで、まあこれひどいやつだね完全に。コーヒーチビチビ、はいはいはい。とにかくてわがままで甘えた性格が最近嫌になってきた。全然ね、こんなね可愛らしい感じ、幸せだと思うよこいつね。ある程度、まあ、距離置けばうまく、はいはいはい。全然とうとう今日アポなし、全く人の話を聞かない。やっぱり、いやいや、お前が一番やばいからね、これね。え、ちょうどよく、次の彼女も見つかった。こいつ悪いやつだね。よし、じゃあ、ここは、いや、でも早いとこ別れるんであれば、もう俺たち別れを早く言った方がいいよ、これ。疑惑度変動。え、どういうこと、どういうこと。OK。え、今なんて言ったのかよく分かんなかったんだけど、別れたい、もう苦しんで、お前つ、ひどい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 、ひどいこと言うね、これね。だから分かんないって。いやいや、大声叫んだ。え、え、どういうこと、え、何それ、月かわいいって言ってないんだ。いや、怖い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 、顔が変わった、これやばいね、これね。ない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 、もうやばい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 、ジョジョみたいになってきて、バカじゃないの、いきなりそんな、あああああ、ちょっと静かに、なんか震えながら笑ってる、口をこういう、まるで怖いとか、あー、絶対やばい、やばい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 、絶対スタンド使いだよこれ、やばいね。え、頭に衝撃が走る。え、何したの何したの、え、ん、何何何何になるのこれ、バッドエンド。え、終わったのこれ。え、なんか俺全然正しくなくない。え、これどうしたらいいんだ。あ、分かった分かった、もう一回やり直しますよこれね。でよし、じゃあもしもの話だけど選べばいいねこういう時はね。もしもの話だけど、別れようとかいうことがどうする。え、なんでそのこと聞くのかな、焦る。だからもしもだっては、冗談でそう言った。なんでそんなことか。うん、やっぱり消すかな、消えてもらう。こいつ、え、何、アサシン、殺し屋、やばくないこいつ、そんなやついんの、消すかなって。え、上司が通じるような見合いやね、悪い虫がつかないようにちゃんと見張ってあげるねみたいな。こんなやついんのマジで、やばいねこいつね。まあこんな二股してるようじゃね、自業自得ですよこいつはね。はいはいはい。じゃあね、これ分かりました、これどう生き延びながらうまく別れられるかっていう、これゲームですね。
オッケーオッケーオッケー。公園に来てからおよそ15分後、やっとポントカノが帰ってくれた。なんだなんだ、今カノにどう説明すればいいだろう。もうこれ完全にだってもう破綻してるよこいつ。俺くんどこ行ってたの、突然が心配したの。やばいやばい、窓開きっぱなし。そりゃそうだよね。窓開きっぱなしだし、インターホンなんか切られてるしね。それ心配するかな。そりゃそうだよね。そりゃそうだ。うんうんうん。実はさ、足を滑らしてベランダから落ちた。子猫が道路を渡ろうとしていた。いやー、別れて、でも別れてないのにね。やっぱりですね、あのね、馬くんとしてはね、馬くんじゃない、じゃあバーチャルくんとしてはですね、こういうのはね、正直にね、言った方がね、いいと思うんだよね、やっぱね、皆さんね。だから別れたか、でもね、別れてないから正直っつうのちょっとあれだけど、私が言うよみたいになると思うんだけど、でも、まあ一番近しいからこれにしてみようか。別れた彼女が俺につきまとっている。怖くなって飛び出したんじゃ。別れた人ってことだよね。ああ、ちゃんと別れてるよ。ねえ、俺くん。堂々してだって別れてるもの。いや、それは怖くない。確かに、私なら、二股している相手が、まあだろうね。そうだそうだ。そういう嘘、本当に言うせない。なんてブーメランだ、俺ってクズ野郎だ。まあそうだろうね。そうだ、嘘をつくのやめよう。実はまだちゃんと、そうだそうだそうだ、ちゃんと正直に言えばいいんだよ。うんうんうん、今かの。えぐっ。バッドエンド。今かのは買い物に弱い。わかりましたよ。わかりました、わかりました。了解ですよ。これ面白いっすね。これ、個人的に全部クリアしたい。はいはいはい。今かの。いやー、でもね、子猫は道路を渡ろうとしてたりしましょう、じゃあ、これは。あんまりね、こういう嘘にね、こういう可愛い動物を使いたくないんだけどね、ほんとね、やっぱりね、動物っていうのはね、可愛いんでね。俺、タバコ吸いに行ってくれるんで、俺くんベランダ行ったのは、はいはい。外眺めてたら、子猫は道路を渡ろうとしてるんだ、はいはい。その子猫を追いかけてっていうか、さすがに、はい。なんて純粋なんだ。そうだよ。かわいそうだね、これね。あ、そう、本当によかった。はい、俺くんと勇気ある。こんなことないもんね。ますます、お。ほんほんほん。そうだ、両親痛むよね、これね。まあでも、これがこのゲームで正しいってことですね。はいはい。一緒に DVD でも見ない、いいんじゃないですか。どんなものみたい。と、元カノと DV 見た記憶が蘇った。これ、すっごく面白いの、一緒に見よう。ラビリンス・オブ・ブラッド。やべえな、これ。やべえな。乙女ゲームが原作でね、へえ、はいはい。イケメンも俺、アニメーションじゃない。なんだ女性向け、一人で見ればいいの。あいつ、その DVD。DVD、ここに書いてあるんですよね、これ。これ簡単です、ピッ。ピッ。はい。早かったね。え、これどうすんの？中身が入ってなかった。どこ行った？それここでしょ、この中で。あ、電源がつかない。もっとよく調べる。わかったわかった。電源がつかない。電源がつかない。これどういうことだ？電源？え、まさかこれ？え、ここ電源じゃないよね。電源？ここだ。ここじゃない。やばいやばい。やばいよ、これ。電源？あ、あったあった。電源ケーブルがない。え、やばいじゃん。電源ケーブルがない。あら、それは困ったわね。どこにあるの？おう！いや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 、もう完全に、あー！それアウトですよ、これ完全にね。これアウト。これはアウトですよ。二股する主人公、はい、なんだこれ。なるほどね。今日結構怒りん坊な人たちと付き合ってるんですね、この人たちね。はい。彼女とは、いや、バッドエンドばっかじゃないですか、これ。いや、不審な場所は何回も調べてみましょう。いや、ありますよ、ありますよ。DVD 探せばいいんでね。
いやねこれね、本当ねバーチャル君としてはね基本的に何事もね正直に言うっていうのがね大事だと思うんだけど、ちょっとねこれはでもさっきどこにあった、ほペッパー、それね発見しました。ちょっと待って待って、あとどこだ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 、どこどこどこ、あ、ん、あこれだこれじゃないですか、これをこう、あでこう、ここあどこ押したっけ、あったあった、はいはい、で装備装備装備これすればいいね、はい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 、よし電源ついたぞ、ほいほい、あー見つかる、あーうおい、これねマジでポチポチゲーじゃないですかこれね、ほんとね、ちょっと待って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 、ちょい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 、あいやこれもう完全アウトですよこれ、うわー、いやもう一回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 、ふい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 でふいふい、よしよし、おー危機回避、はい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 、ふい、まあこんなもんですよ、うんとね2回失敗してますけどね、おクズな俺と天使な彼女たち、まあなんだこれ、二股などの許せない、はいはいはい、いやーこんなねあのね真面目なねこうねこうね騙しちゃダメですよこういうの、今かのだった、あよかったよかった、入りを見送った、セーブ中、うい、はい今日のところはねここまでね、いやーこれなかなか面白かった、いや案件じゃないのに面白いってね、やっぱこれなかなか面白いですよこれ、俺もやってみたいですこれちょっとね、しっかりね、はい今日のところはね僕のねハイスペックさがね伝わったと思うんでね、今日のところはねここまでにしておきますんで、ね、皆さんねこんなねバーチャル君にね、いやこんなことやってほしいとかね、いやいやこここうなんじゃねえかとか、ああじゃねえこうじゃねえっていうのはね、もう本当どしどしねあのねもうコメント欄とかね、まあフォローしてもらってね、ツイッターとかでね言ってもらえたらなといいと思います、はいじゃあ皆さんね、じゃあまたね、はい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 、あざす、いやこれ面白いですね、ご視聴ありがとうございました、まだお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします、 PC やスマートフォンからご視聴の方は画面のこちらから、うふう、その他端末をご利用の方は画面下にある登録ボタンをクリックしてください、また次回の動画でお会いしましょう、バイバーイ、うー